勢い遺産で出陣したは良いものの、気づけば敵陣のど真ん中、いつの間にか家臣ともはぐれてしまった。このままでは見つかった瞬間やられてしまう。どこかに、どこかに良い隠れ場所はないものか。おい、おつの何かお手がしたぞ。ああ、猶予はない。ああ、そこだ。徳川家康め、どこに行きおった。確かにこの辺りで物音がしたんじゃけどな。まあどこかに隠れておるのじゃろうて。あそこに洞穴があるな。怪しい。ちょっと調べてみるか。うん、鳩というのは非常に警戒心の強い生き物じゃ。あの鳩がいるということは、このようなところに人はおらんじゃろう。他を探すか。そうだな。助かった。ハト、ありがとう。その後、この洞窟はハトガ窟と呼ばれるのであった。まずい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 。先ほどはハトのおかげで助かったが、まだ追っては近くにおるようじゃ。こっちで何かお手がしたぞ。はあ、猶予はない。どこか、どこか隠れば。あそこだ。徳川家康め、どこに行きよった。確かにこの辺りで物音がしたんじゃけどな。どこかに隠れておるかもしれん。ん、あれは好きな女子の縦笛を舐めようとしている男子小学生だ。教室に誰もいないから舐めようとしているのだ。こんなリスクの高いこと、一人じゃなきゃやるはずがない。あんなものを人に見つかったら人生が終わるからな。ここに徳川家康が隠れているはずはない。他を当たるか。そうじゃな。あ、助かった。好きな女子の叫びを舐めようとしている男子小学生。ありがとう。やっぱこっち行こう。その後、この洞窟は好きな女子の縦笛を舐めようとしている男子小学生が窟と呼ばれるのであった。まずい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 。先ほどは好きな女子の縦笛を舐めようとする男子小学生のおかげで助かったが、まだ追っては近くにおるようじゃ。おい、こっちで何か男がしたぞ。はあ、猶予はない。どうか、どこか次の隠れ場。徳川家康め、どこに行きおった。確かにこの辺りで物音がしたんじゃけどな。どこかに隠れておるかもしれん。あれは車の中で自分の好きな曲を熱唱している男だ。自分一人だけだという安心感があるからこそ熱唱できるんじゃ。信号で止まったら急に歌ってない感じ出すもんな。あんなに気持ちよさそうに歌っているということは、あの中に徳川家康が隠れているはずはない。他を当たるか。そうじゃな。国にとって君は何、答えはわからない。おお、車の中で自分の好きな曲を熱唱している男、ありがとう。たった一つ確かなことがあるとするのならば、君は綺麗だ。その後、この洞窟は車の中で自分の好きな曲を熱唱している男が窟と呼ばれるのであった。
はい、どうも、グレート家康公、青い武将隊でござる。稲姫です。直政です。安政さんです。忠勝です。家康です。はい、どうぞ、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ここからはトークコーナーということでですね、今度は、まあ、季節は秋ということで、もう秋についてちょっと語り合いたいなと思うんですけれども、皆様ちょっと秋といえば何が思いつきますか？秋、ナス。ナス。あれですよね。あれですね。今やってます。食欲の秋でございます。待って、2週間も。まだ違う。違う。違う。付き合ってるの？秋といえばナス。よく秋でございますね。まあ、たくさん美味しいものございますから。他の方は、はい、サッカーの秋。スポーツ。ジェスチャーゲーム急に始まるジェスチャーゲーム。しょうがないよ。そうだね。それしかないと思う。今日はね、ジェスチャーゲームをテーマじゃないですからね。あの、秋が言ったんですよ。それ私が言ったんですよ。ナス、スポーツの秋。ナスだよ。一瞬ナス出ましたよ。どうした？秋ですよね。他なんか丸々の秋ございますか？丸々の秋。芸術の秋。確かに。いろんな秋ございますけれども、さっきの芸術の秋につながるんですけれども、岡崎公園内、我々が普段おる岡崎公園内はですね、モミジがたくさん植わっております。モミジも植わっておりますね。桜もたくさんありますけれども。なんか、まあ聞こうよ。この先があるのかしら。この先があるのかしら。秋といえば紅葉でございます。はい、たくさんモミジが植わっております。岡崎公園内、紅葉も楽しむことができます。芸術なんてじゃございませんか。うっさい。わしがかばったのに、はい、なんだよ。無理やりにでもつなげろよ。芸術の秋に。その紅葉を写真に撮ったり、絵に描いたり。ございませんか。無理やりだな。無理やりでございます。だとしてもそれをさっき言うべきでした。前に言うべきことでしたね。はい、ということで、たくさん秋ならではの美味しい食べ物もあるし、こういうことで。紹介しない。もう締めるんですかこれ。紹介しない。今締めに入っていこうとしました。締めようとしました。他にはございますか。といえば。続ける。秋、どうぞ。
閉ざされた未来先の見えない暗闇も大人たちの作った今度のない幻想たった一つの挫折も達成したゴールも永遠に続く道の途中の通過点この手を離さないで止まらないこの気持ちを決して疑わず胸に誓う愛だけ胸に走り出そう大義である。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。徳川家康、さらば。